岩船町は、栃木県下津賀郡に属していた町。2014年4月5日に、栃木市に編入が併された。編入前の栃木市への通勤率は20.4%、佐野市への通勤率は17.5%。足尾山地の最南端、岩泉山周辺に広がる町。岩船町役場庁舎南側を、撮影2014年の栃木市への編入が、 決定するまで長期にわたる、右与曲折があった。栃木市との合併合併協議基本決定事項、編入後は、地域自治区、岩船町が新設された。平成二十二年時点のデータを示す。当地に常住する十五歳以上就業者は九千二百八十人。内田市区町村で従業している者は五五千百五十六人と、全体の五十九九点パーセントである。 多敷町村への従業先1位は、栃木市の1889人、2位は、佐野市の1626人、3位は、小山市の586人、4位は、足利市の251人、5位は、宇都宮市の149人。平成22年国勢調査による出展、栃木県町村合併市、第5巻、P262、栃木県町村会70年史。 P496 から497現在は、下津賀郡岩船町大技から、栃木市岩船町に変更されている。岩船地区清和地区、小野寺地区中学校小学校郵便番号は、329から 43XX が該当する。周配局は、町内全域が岩船郵便局の管轄となる。郵便局町内全域が、栃木 MA の管轄となり、 市街局番は0282。収容局は一部地域を除き以下のビルが該当し、市内局番は以下の通り。下記地域は岩船町外の収容局が管轄となる。ありがとうございます。